はい、それでは最初クラス6班のプレゼンテーションを始めさせていただきます。よろしくお願いします。プレゼンターの山田です。こちらの目次となります。我々はまずこのプロジェクトを行うにあたってデファン層の分析から始めて、具体的なプロモーション方法の提案、なぜそうなったのか、費用対効果に関する説明とまとめという流れになります。まずデファン層に関する分析です。ピクミのターゲット層は日本に約540万人というデータになります。それとデファン層は入学名情報に大変敏感であります。デファン層の構成は OL、大学生、フリーター、主婦、女子高生。そして最後にこのデファン層の 50% はフリーペーパーを利用している。我々は当初このデータを使って、こちらにありますようにホットペッパーにピクミの広告を載せるという案を思いつきました。そしてその有効性を示すために検証を進めていく中で、このホットペッパーよりもさらに良い広告媒体があるということを発見いたしました。それがこちらです。ピクミのプロモーション広告はアメーバ GC に掲載すべきであると思います。アメーバ GC とは何か。アメーバ GC とはサイバーエージェントを運営するアメーバブログの、その中でもアメーバの利用者は1400万人いるのですが、そのうちのデファン層 37%、約500万人に特化したブログコミュニティがアメーバ GC です。このアメーバ GC の利点といたしましては、まず最初にピクミンのターゲット層と同じであることが挙げられます。こちらがアメーバ GC のデータです。2008年9月号現在 1.5 億ページビュー。性別比は女性が 97%、男性が 3% です。で年齢比は、ご覧のようになっています。10歳から29歳までは 50%、30歳から39歳以上が 50% となっております。で未婚が 50%、既婚が 40% となっております。で我々はまず、このアメーバ GG のデータをもとに推定広告到達人口を計算いたしました。一般的なブログを見る頻度は1日1回ですので、月 1.5 億ページビューを、30で割ると500万人と仮定できます。10歳から29歳までが250万人、30歳から39歳以上が250万人となります。次に具体的な掲載方法です。でこのアメーバの、アメーバ GG のトップページの丸い円のところがログイン画面となっておりますので、その上の、レギュラーバーナーに掲載しようと考えました。次に費用対効果の比較となります。まず、アメーバ GG、それから山手線追加広告、そして我々が当初、推薦していたホットペッパーとの比較になります。まず山手線追加広告です。これは一月計算なのですが、山手線つり革広告に一月掲載いたしますと3150万円かかります。で広告到達人口は72万人で、これは多いように感じるのですが、ターゲットはあまり絞れません。はい、次にホットペッパーです。でホットペッパーはこのように2ページ見開きで1つ掲載すると約170万円で、推定広告到達人口は約27万人で、ホットペッパーは、エファン層が、まあ、多いことは多いんですが、まあこれでは少ないのかなという印象が受けられます。次にアメーバ GG のレギュラーバナーです。アメーバ GG のレギュラーバナーは1つ約140万円で、推定広告到達人口は先ほども言いました通り約500万人となっております。でホットペッパーに比べますと圧倒的に人口が多い、それにエファン層も250万人いるということで、まあ、こちらの方が有効ではないかと我々は思いたしました。はい、でさらに期待できる効果としてアメーバ GG の利用者の 37% は30歳から35歳、そして利用者の 60% が未婚者というデータがあります。つまり30歳から35歳の未婚者は推定約110万人、そしてもう一つのデータは30歳から34歳の女性の未婚者は他の年代よりペットを欲しがる傾向にある。ここから分かることはアメーバ GG に掲載すればエファン層以外にも
ペット感覚でこの年代も登録するということで、5万人は容易に達成できるのではないかと我々が判断いたしました。さらに期待できる効果、その2といたしまして、そもそもアメーバ GG はブログコミュニティなので、ブログに興味の話題が出て宣伝効果が期待できるのではないかと我々は考えました。まあ、流れは下のようになっております。はい、まとめです。アメーバ GG に広告を掲載すれば、月140万円で500万人が広告を見る。つまり 1% が登録すれば、登録者5万人を容易に達成できるのではないか。それと、エファン層のほかに30歳から35歳の未婚者も登録する可能性が非常に高い。それともう一つ、ピクミンのブログができることによる口コミの宣伝効果が期待できる。我々のこのプロモーション方法は派手さはありませんが、実現可能性は非常に高く、まあ、今日からでも早速練っていただいて、まあ、実行可能ではないかと考えております。参考文献一覧です。ご清聴ありがとうございました。アメーバ GG の提案とかは普通にもらったこともあって、アメーバ GG からは、まあ、そのアメーバ GG でブログ書いてる人のアクティビティでどのぐらい人数がいますみたいな感じで、そこから、まあ、広告の表示数とかを算出してもらってたりとかしてたんですけども、あとはそこの、まあ、インプレッションといわれるその表示数からのコンバージョンについて、どれだけの人がピクミに登録してくれるかというところが問題なのかなと思います。であとは、まあ、そのアメーバ GG にいるユーザーに対してピクミの広告をどうやって見せていくかというところも結構重要かなと思っていたので、この辺は何かお考えですかね。バナーを表示するっていうところで、どういうふうにやるかっていう。そうですね、一応プロモーション方法だったので、まあ、どのようなバナーというのは考えていませんでしたね。それはあの石井ナビさんの方で考えてもらうことかなと思って、今回は、はい、手をつけませんでした。わかりました。はい、じゃあ皆さん静かにしてください。静かにしてください。それでは成績発表の方に移らせていただきます。はい、じゃあ、2位から発表します。2位はですね、鈴木クラス6班の、植林の案ですね。エコと提携、ありがとうございます。選ばれた班はどうぞ前の壇上の方にお上がりください。まあ、職人なんですけども、まあ、コンテンツに合ってるというところもありますし、あとはちょっとオンラインのところで考えてるところも良かったかなと思うんですけども、ただまだ実施これこのままできるっていう感じではないので、もう少し、考えて落とし込みが必要かなと思いますが、これをもとに、いいプロモーション案が考えられそうなので、今回2位という形になりました。おめでとうございます。じゃあ、 1位の発表です。1位は、山口クラス、ピクミスタンプラリーの班です。山口クラスの方、壇上の方にお上がりください。はい、はい、ピクミスタンプラリーのところはですね、ファイコに限らず、違う媒体や違う、まあ、メディアを使ってもできそうというところと、あとはパルコ自体と一緒にやるところ の、 インパクトもありますし、いろいろメリットの方が多かったっていうのが大きいかなと思います。でプロモーションも、まあ、サイトに来てもらう会員登録のところもありますけども、あとは普通に広報活動のところのインパクトが大きいかなっていうところで、2位のところと同様なんですけど、まだどんどん詰めていかなければ実施には難しいかなというところもありますが、ぜひこちらを前向きに検討していきたいなというところで1位になりました。ありがとうございます。